よそ屋さんのギャンブラーさんとの関係性なんですけど、まあ、今も亡くなられた中倉道夫さんという大先輩 の, 選手の紹介で、まあ、最初知らせていただいたんですけれども、まあ、普段プライベートの付き合いというのはあまりないんですけれども、例えばこういう地元大宮競輪場、西弁競輪場走る前とかは連絡くださいまして、知った激励をいただいたりしてます。はい、たまに怒られたり、怒られたり、まあ、そうですね、まあまあ、どういう気持ちでその時走ってたかとか、まあ、レース後の、まあ、いい走りすれば褒めてくださいますし、まあ、あまり芳しくない、まあ、思いの伝わらないようなレースをした場合というのは、まあ、なんかそれに対して、まあ、ギャンブラーさんなりの感想といいますか、まあ、意見というのは言っていただくこともありますね。はい、僕たちは、まあ、お客様がかけてくださる車検のために走ってはいますけれども、まあ、予想屋さんというのは、まあ、それを生業として、まあ、仕事としてされているので、まあまあ、選手と、まあ、信頼関係だったり、まあ、選手をすごく信頼して、まあ、予想してくださっているのも重々承知してますし、まあ、それに応えなきゃいけない、まあ、どういう予想されているかというのは正直走っている時か分かりませんけれども、まあ、ファンもそうですし、まあ、予想屋さんの、気持ちを裏切らない、まあ、気持ちの伝わるレースをしたいと僕は思っています。